はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日からですね、ホークスは東京ドームの方で巨人と3連戦が控えてるというか、今戦ってる真っ最中みたいなんですけども、まあどちらもですね、同じ交流戦の優勝争いにいる、争い優勝が狙える位置にいると思うので、ぜひホークスには今日頑張ってもらいたいなと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、膝裏あるいは膝の内側が痛い方に向けた、ストレッチ方法というのをお伝えできればと思います。はい、で皆さん、こういったことにお悩みのあなたはですね、こういった症状どこが原因だと思いますでしょうか。はい、まあおそらくなんですけど、まあ大半の人はですね、こんな感じで膝が曲がった状態で日頃歩いてる人とかが膝が痛い方多いと思うんですけども、まあこういった感じで歩いてると、とある部分が原因で膝の裏とか膝の内側に痛みを出すケースが多いです。はい。答え合わせをいきますけども、じゃあどこが原因かっていうとですね。はい。ふくらはぎの筋肉ですね。ふくらはぎの筋肉が硬くなってしまうとですね、こういった膝裏、あるいは膝の内側が痛いという現象が起きる方が多いです。まあ、ふくらはぎといっても、正確に言うと、ふくらはぎの筋肉と、太ももの筋肉、太ももの裏の筋肉とふくらはぎがですね、こう合流する部分があるんですけど、まあ、そこが原因で、膝の裏、膝の内側が痛い方がいらっしゃいますので、まあ、そこを一緒に今からほぐしていければと思います。はい、でそしたらやっていこうと思うんですけども、まあ、まず自分のですね、歩きやすさだったりとか膝の曲げやすさとか痛みとかちょっと確認してみてください。はい、確認していただけましたでしょうか。そしたらですね、自分でやっていくポイントをちょっとお話をしていくんですけど、はい、見えるかな、ちょうどね、膝裏がここにあるんですよ、膝裏。はい、ちょっと待ってね、見えるかな。はい、ちょっと遠目に一回しますね。まあ、膝裏皆さんあると思うんですけど、まずね、このシワ、横シワをまず見つけてください。横シワですね。でちょうどこの横の部分あると思うんですけど、ここから指一本下ですね。ちょうどこのシワの延長上の指一本下。で、なおかつそこから指三本分ぐらい内側の部分ですね。三本分ぐらい内側。ここにふくらはぎの筋肉と太ももの裏の筋肉がこう合流していくところっていうのが、まあ、あります。はい。なので、ここをですね、ほぐしていくことっていうのをやっていただければと思います。もうちょっとね、アップして詳しい場所を見せようかなと思うんですけど、はい、まあ、ここに腱が皆さんあるんですけど、見えるかな？はい、ここに腱がありますよね。こことふくらはぎの合流部分ですね。だいたい指標で言うと、この膝の裏のシワですね、の延長上から指1本下。で、なおかつ、そこから3本ぐらい内側に行ったところら辺に、ちょうどその合流ポイントっていうのがある方が多いんですけども、まあ、そこをまず見つけてください。はい、で見つけていただいたらですね、見つけていただいたらさっきのその部分に対して、まあ、親指ですね、親指っていうのをぐっとねじ込むようなイメージですね。ぐっとこっち方向に向かってぐっと押し込むような感じ。はい、で押し込んだらちょっと痛い感じがすると思います。その感じが得られたら触れてますの でその状態でぐるっと押し込んだまま揺らしてあげてください。押し込んだまま揺らしてあげる。はい、あるいはですね、こうやって足首を上げたり下げたりもしてもらってもいいと思います。はい、まあ、これがまず無難ですね。余裕がある人はこういう感じ でこれを深呼吸しながら、まあ、20秒からですね、30秒ほど深呼吸をしていただくと、このだんだんふくらはぎと太ももの裏の筋肉ですね、この筋肉っていうのが、まあ、柔らかくなってきて、膝の裏、あるいは内側の痛みを、取ってくれます。はい、やっぱさっきみたいな、膝が曲がった姿勢で歩いてると、人体でのですね、膝の支えっていうのがちょっとできなくなってくるんですよ。
そうなると人体で支えられないのであれば筋肉で余計にですね頑張らないといけなくなってくるんですよね。そうなることで通常よりもこの筋肉とかが硬くなってきてしまって膝に痛みを出すっていうケースがありますので、ちょっとね心当たりある方っていうのはここをケアしていただければと思います。はい。で終わったらですね、さっきあなたが痛かった動作っていうのをやってみて、あ、なんか痛みが 楽になるかもっていう感覚があるのであれば、まあ、その部分っていうのがですね原因で膝の裏の痛みだったりとか、あ、内側の痛みっていうのを引き起こしている可能性が非常に高いですので、今のやつを続けてみてください。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対する筋体ではお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードして、改善に努めてみてください。はい。そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。